こんばんは、まゆりんです。私と息子は美味しいそばを食べたくて、今日そばどころ松月庵へ初めて行きました。そばどころ松月庵で私は1800円の天ぷらそば上を注文し、息子は1000円の肉南蛮そばを注文しました。天ぷらそば上にはさっくりカラッと揚がった衣の中にプリプリのエビの天ぷらが2本入っていて、揚げたての湯気と香りもごちそうの一つです。肉南蛮そばは鴨南蛮よりもこってりとしていて、肉の旨味を存分に堪能することができます。そばどころ松月庵では出汁の良い香りがふわっと香り、そばとつゆの美味しさをストレートに楽しめ、旨味がじわっと染み渡り、心も体も温まりました。昨日息子とお酒を飲みすぎて二日酔いなので、今日は化粧をしていません。もし気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。